ライアン・フレイザーは、スコットランド・アバディーン出身のプロサッカー選手。スコットランド代表。ニューカッスル・ユナイテッド FC 所属。ポジションは、ミッドフィールダー。地元クラブである、アバディーン FC のアカデミーで育成され、2010年5月に、クラブとプロ契約を締結。同年10月のハート・オブ・ミとロシアン FC 戦で、プロデビューを果たした。2013年1月18日。 フットボールリーグ1の AFC ボーンマスと3年契約を結んだ。遺跡金は40万ポンド。2016年12月4日のリバプール FC 戦では02で負けている状態から途中出場し1点目の PK を成功させ3点目をアシストした。2015年6月26日、フットボールリーグチャンピオンシップのイップスウィッチタウン。 FC に1シーズンレンタルすることが発表された。2020年9月7日、ニューカッスルユナイテッド FC と5年契約を結んだことが発表された。U-19 年代からスコットランド代表に選ばれている。2017年3月、イングランド代表との親善試合で A 代表デビュー。2018年11月17日、UEFA ネーションズリーグのアルバニア戦で、 代表初ゴールを決めた。ありがとうございます。